とりあえず向かうのは大洗漁港の市場へ行きます。海中心にちょっと海鮮を食べましょう。今日は海鮮パーティー。明太子が乗ってる。本当だ、明太子が乗ってる。なんじゃありゃ。あ、これついちゃった。うん、ついてる。かき小屋もあるし、飯田小焼きもあるよ。あ、母ちゃんの店ってあれだ、人気らしいよ。母ちゃんの店、うん。狭いんで、車幅のある車は結構厳しいですかね。私乗ってるベルファイアで、少しピコピコ鳴っちゃう感じですかね。車高の低い車も、結構厳しいかなと思います。ここから上り 100m ぐらいなんですけど、狭い。狭いです、かなり狭いです。対向車来たらすれ違うことはできません。もちろんできません。途中で1箇所か2箇所ぐらいかな、定期場があるので、前から来たらどっちかが譲り合うと。で、登ってきたとこ右手に、幸せの井戸水っていう井戸があります。キャンプ場のお水、飲水じゃないので、飲水は不可なので、ここでもし飲水のお水が欲しい方はこの井戸水は飲めるそうなので汲みに来るという感じでございます。狭い道が続いてます。ここからがですね、ちょっとカーブもあってかなり狭いです。ピーピーなってうるさいと思いますが、すいません。そしてまたちっちゃい看板が見えてきます。あと20秒でゴール20メーターとか思いきや20秒20秒さあ、開けてきた。はい、開けてきたのがキャンプ場でございます。ここを右に曲がりまして、事務所の方はですね、道なりにこの白いおトイレを、そうですね、右へ曲がりました。右手にピンクの、バルコニーというか、事務所となります。奥だね、あの辺だね。13、14、どうやって行けばいいんだろう。20、すぐ行って右あたりかな。あ、14、15あった。うわー、確かにいいな、15、うわ、やば、ここ。はい、乾杯。うわー、すんげー冷え冷え。あー、うめんね。茨城のほったらかし言われてるのはちょっとわからないのも、ね、ちょっと思ってたよりもよく見える。十分は良い良い。でも1時間になったら暗くなっちゃう。浜焼きをやるか。一回炭を起こしとくわ。それと、新しい焚き火台をセッティングして、
ず素材を塗る。この間フィールドスタイルで見つけちゃったんです。できちゃいました。おお、完璧。できちゃいました。完成ですか。かわいい。いや、かわいいね、やっぱり。かわいいね、やっぱり。いいね。やった。フィールドスタイルでかなりお値打ち価格で買いました。じゃあ炭を置いたらこれに炭のせるね。はい。すごいね、牡蠣の殻。あ、すごい。すぐかぶしといて。いけたっしょ。本日の日本酒は菊水の辛口。ついてあげられないけど、ごめん。乾杯でーす。ちょっと柿って柿って。焼き柿。どうすか。濃い。濃い。味が濃い。味が濃い。あ、私日本酒飲んでない。うわ、濃い。濃いよね。夏の海の味か。うん、うめ。こっちはね、もういけると思うんだ。日本酒ね。ちょっと雪浜、いただきます。甘い。甘いっすか。濃い。濃い。え、さっきの牡蠣と。ちょっと一緒ですけど、濃い。はい。一瞬こう止まるよね。すごいな。すごいね。海のものってすごいね。お酒と醤油入れたからやっぱちょっと香ばしさも出て、うん、うまっ。最高ですね。最高。そんな感じです。お先いただきます。おつ鍋、大笑い万歳。大笑い万歳。ハマグリ万歳。焼きガキも万歳。だね、うまそう。もう、ね、魚も焼けたんで食べますか。ご飯寄りましょう。うわ、ふわふわです。はい、よし、取ります。しじみのお味噌汁。しじみ渡るね。しじみ大きいね。なんか最強すぎ、やばい。違うね、ふっくら焼けてる感じ、うんうん、この感じ。あ、すごい。マルチグリドルってすごいね。油も使ってないんだよ。これからの季節ますます進んでさ、風味が。そうだね、うんうん、本当に快晴の日が。物語。よーし、乾杯でーす。あげない。うん。入れる入れる。うん。あ、美味しいね。
遅めのお昼ご飯になっちゃったんですけど、温泉行ってその帰りにちょっと巻物買ってきました。いただきます。この人雨ついてるかわいそうだね。いいタイミングで降ってきた ね。お肉、野生の味噌スパイスの家系の巻いて巻いて何の説明しに。いやっす。で一口で、うん、おいしそう。うまくないわけはない。めっちゃうまい。ビール2本でチロンチロンだよね。え、もうチロンチロンなの？え、本当に早くね。パプ入れた？入れた。パプ。パプった。これ一口は厳しいかな。いや、いけます。本当に？めちゃめちゃ。無理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 。肉しか来なかったよ。これ無理でしょよ。ひどいやつだな。なクイーン。でかっ。指と比べてもさ。一緒だ。すごい。スポーツさんですよこれ。ごめんね。ダメだよ。ないよ。今日はお魚はそう座るんかい。ダメ。ダメだよ。うん。あったかい。やっと出れたね、外ね。ん？やっと外出れたね。本当だね。ずっと雨だったからね。うん、いいね。何これ。焚き火台良かったね。そうだね。温泉行った時にワークマンに行って、インナーにズボンに。ブーツ買う。ブーツまで買って。っていうね。ブーツ買って。ブーツ買いました。ブーツ買って履いちゃいました。茨城のワークマンでたくさん買い物。本当だね。うん、地域貢献だね。どうすか。焼き色やった。おいしそう。いいね。うん、いいね。マルチグレードルはすごいな。カリ、ね、中はふわだよねきっとね。ね、あ、これはいいのを買ったかもしれない。お待ちでーす。あ、いいじゃん。あ、いいね。いいよ。あ、くっつき出した。バター醤油餅。絶対熱いよね。はい、優勝。優勝。優勝きた。お疲れ様でした。茨城県の笠間市のニコニコキャンプ場さんで、キャンプ2泊やりました。1日目2日目はだいぶ振られまして、ほぼほぼ何もできずにテントにいたって感じですかね。おこもり で3日目はねだいぶ晴れて寒くなってね、はい、風もちょっと吹いて寒かったり、うん、でもねすげえいいキャンプ場でしたね。管理人さんもすごい優しい方で、アウトの時間一応決まってたんですけど、気にすることないよって気にすることないからゆっくりしてけってことで、今3時半なんですけど、はい、ゆっくりさせていただきました。はい、またちょっと来年時期見てニコニコキャンプさん、キャンプ場さん、ぜひもう一回行きたいなと思います。他にもね、キャンプ場の、レビュー動画とかありますので、ぜひ、ご視聴いただいて、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。次は、どこかな？寒いとこ、できれば雪中キャンプ、挑戦したいと思います。
それではまた、ありがとうございました。